不審のため6月26日に出場選手登録を外れ、ファーム調整中の巨人、坂本が早ければ今週中にも一軍復帰する見込みとなった。二軍戦に数試合出場して状態を確認した上で判断することになりそうだ。安倍監督は早くてドームくらいかな、と本拠地で行われる12日からの DNA、阪神6連戦中の復帰を示唆した。